皆さんこんにちは、船釣り探求者アンカーです。今回の釣行では潮流の速さに合わせて平場と一つ点矢を使い分けると釣果が上がるという仮説を検証していきます。前回の動画では一つ点矢と平場の釣果を比較したときに時間帯によって釣果の偏りがありました。具体的には潮が速い時間帯には平場が、潮が緩んだ時間帯には一つ点矢が釣果が上がりました。そこで今回は時間帯によって平場と一つ点矢を使い分け釣果を上げることに専念していきたいと思います。それではやっていきましょう。今回使用する仕掛けはこちら、ダイソーさんで発売されていた一つ点矢仕掛けです。お値段なんと税込み110円。庶民の味方ダイソーさんの仕掛けで釣果を上げていきたいと思います。いつも通りヘアピンを使用しカスタムしています。果たして110円の仕掛けで魚が釣れるのでしょうか。今回も一つ点矢に使用するエビは冷凍エビです。エビの頭が外れないようにヘアピンを差し込んで固定します。実際にエビをつけてみて思ったことは、エビズレン的なものがついていないので針の根元からエビが少しずれてしまいます。しかし110円とは思えないほどのしっかりとした作りです。私はスーパーで生きたエビを購入して餌を仕込んでいますが、餌を入れる容器として100均のバター容器がちょうどいいサイズだということに気づきました。 150g 程度入るので1回の釣行で使用する量としてはちょうどいいです。船の動きが時速2キロから3キロと適度に流れていたため、タイラバからスタートすることにします。このタイラバ仕掛けはルアート漁具さんのセトラバという仕掛けになります。今のところ私が一番信頼しているタイラバ仕掛けなので、これで釣果を上げることを目的としてやっていきます。ヘッドは 45g のタングステンを使用しています。それでは検証開始です。釣行開始してすぐに船長にヒットです。20センチ強のタイが上がってきました。で、大将おうちよいしょ。ちなみに船長が使用しているタイラバはこちらとなっています。特徴は5本針です。いいじゃないですか。釣れた。あ、離した。くそ。魚の反応は上々のようです。すかさず仕掛けを落としてもう一度当たりがあることを願います。すると、釣り上がってきたのは小型のアコウでした。浮き袋が出てしまっていたため持ち帰ります。再び仕掛けを落とすとすぐにタイが食いつきました。釣れた。この日のポイント選びは当たりのようです。20センチ前後の小型のタイが釣れました。釣り始めて1時間も経っていませんが、当たりが連発します。また釣れた。うん、ちょっと30センチ強のタイが釣れました。かなりいいベースで釣れています。幸先がいいね。まあ、だいたい幸先がいいときはあんまり後がよろしくないけど。今何メートル？船。あ、船の速さ。あ、3.3 流れとんじゃん。やっぱ岸が遠い。来た。岸が遠いと分からんな。あのタングステンのヘッドを金色から銀色に変えてみたんよ。あのアコウとかって鉛色に反応するって言うじゃん。ヘッドの色による影響かは定かではありませんが、アコウが釣れました。でかくない？よっしゃ。30センチ前後のアコウが釣れました。試合はまだまだ続きます。最近は合わせを入れるときにスプールを押さえるようにしています。釣れた。タイだと思う。釣り開始から1時間半ほど経ち、満潮潮止まり前の時間帯、試合が続きます。ここでこれまでとは違ったパターンの当たりが取れます。ホール中に違和感を感じて巻き上げますが、反応がないと思い再び落とします。やっぱ当たっとるわ。
うん、多分このように頻度は少ないですが、平場のフォール中にも当たりがあるため、竿を持つ手に集中する必要があります。落とそうと思った時にポンってなんか当たったんかなって思いながら、そのまま落としおったらついとった。ちょっと違和感感じたけど違うやろって思ってたら魚ついとった。よいしょ。場所がすごいええわ。ポイント、塩、仕掛け、全ての条件が揃った時に釣果に恵まれるのだと思います。このポイントを選んでくれた船長に感謝です。35センチ前後のタイでした。美味しくいただくため、しっかりと血抜きを行います。試合は続き、当たりが頻発します。あ、外れた。くぅ、潮止まりの時間帯が近づいてきます。ここで再び違うパターンの当たりがあります。ごく小さな当たりを感じ取ります。ここからかなりの距離追いかけてきます。やっとかかった。私のリールは一巻き70センチなので約12メートル追いかけてきたことになります。めっちゃ追いかけてきるんだ、ずっと。ようやくかかった。じゃあ、いいや、いいや。当たってからいつかかるのかとドキドキするのも平場の醍醐味だと思います。ここで再びフォールで当たりがあります。やっぱり、いや、今フォールで食ったわ。落とそう思ったら落ちんけ、ありゃ思ったら食っとった。よっしゃ、なんか連れてくれ。潮止まりの時間帯となり、潮がかなり緩くなったので、ここからようやく冒頭で説明した100均のてんやを試してみます。仕掛けをつけてみましたが、潮が緩んでいたため一旦巻き上げ、追加していたナス型おもりを外します。それぐらい潮が緩んでいました。ちなみにこの仕掛けは4号と軽いです。仕掛けを通常の重さに戻し再スタートです。前回の兆候ではこの潮が緩んだ時間帯に一つ点屋で当たりが出始めました。来た。やったぜ。なんじゃろ、タイっぽいね。え、まあまあサイズやね。うん、でかいじゃん。やった、でかっ。きれいきれい。いやー、でかいわ。やったー、ね、移動正解だった。移動正解だね。100均の一つ点屋で40センチ強のタイを釣り上げることができました。親針が上顎にしっかりとフッキングされています。42、わからん、42、3。一つ点屋は当たりを取ってからフッキングを入れるまでがとても楽しいです。来た。
船長は普段使っている同調子の竿の糸が切れてしまい、仕方なく予備の先調子の竿でやり取りを行っていますが、慣れない竿で苦戦しています。平場では同調子の竿の方がバレにくいと私は考えていますが、果たして魚を釣り上げることができるのでしょうか。あ、外れた。いやマジか、そんな違うっていうぐらい違うね。確かにそのミオルだけで、ああ硬そう、うん、衝撃を吸収しきれてない。先調子じゃね。相変わらず潮は流れず緩やかなままでした。ここで私が使っているレバーブレーキリールについてお話ししたいと思います。今私が使っているのはトーナメント Z の2500番です。おそらく20年ほど前のダイワの最高級機種になります。そして私がこの一つ前に使っていたリールはスーパースポーツ900レバーブレーキです。こちらは約30年前のダイワの最高級機種になります。この2つのリールを比べることで、ダイワさんが10年の歳月をかけてどのようにリールを進化させてきたかを実感することができます。まずリールの重量ですが、10年で約 32% も軽量化に成功しています。体感としてはむちゃくちゃ軽くなったように感じます。その他ハンドルのブレの軽減など性能面でもかなり品質が向上しており、ダイワさんの企業努力を体感することができます。チヌじゃ、マゴ針が上唇にかろうじてかかっていました。おお、返しが。100均の一つ点や仕掛けでも違和感なく使うことができました。また潮が動き始めたので最初のポイントに戻りましたが、反応はありませんでした。 OK 帰ろう。はい、それでは今回の検証結果ですが、平場と一つ点矢を組み合わせた私の釣果が計10匹、平場のみで釣行した船長の釣果が3匹となりました。今回私が釣行で行った方法は、この時期このポイントでこの潮でのみ通用した方法かもしれません。この方法が釣果を上げるために確実にいいという解釈ではなく、様々な方法を試してデータを積み重ねることが釣果を上げるための一番の近道ではないかと思います。それではまた。